皆さん、こんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログなんですが、やりきっていますかというテーマでお届けいたします。最近ですね、とっても残念だなと思うことが、いっぱいあります。でですね、まあ営業の話なんですけども、例えば、まあ、飛び込み営業でもいいですし、まあ、ルートのね、営業でもよろしいです。で、通販でもよろしいですし、まあ、それは問いません。販売でも営業でもいいんですが、例えば、あなたがセミナーを開催するとしましょう。そして、ダイレクトメールを、100通発送しました。で、相手先は、まあ、とりあえず、1回でも名刺交換をした人、にしましょう。で、まあ、100通出しました。けど、申し込みが2通しかありません。2つしかね。で、そうした時にですね、あなたが次どのような手を打つか、皆さんだったらどうするでしょうか。そのままほっとけば2人で終わりですよね。しかし、ここでもう一つアクションを起こしてみる。例えば、残りのまだ申し込みしてない98人。この方はですね、この方々はですね、申し込まないと言ってるわけではないんです。返事がないっていうだけなんですね。ですので、この方に対して、もう一回 DM を出す。まあ、これも一つの手でしょう。または、電話番号が分かれば電話をかけて、聞いてみる。これだって一つの方法ですね。おそらく電話をかけていくと98人のうち何人かはきっと申し込んでくれるでしょう。その理由は簡単ですね。例えば、忙しくてですね、その DM をまだ開封してなかったところも考えられます。または開封したんだけど机の脇に置いといた後で読もうと言ってそれっきりということもあるでしょう。なので、もう一回電話をかけてみる。そしたら、おそらく何人かは申し込みされることでしょう。はたまたですね、こういう手もありますよね。時間はかかりますけど、例えば DM を出してまだ返事のない98人に一件一件訪問して、返事を聞く。そして、チラシとかね、ダイレクトメールでは伝えきれなかったことも、そしたら伝えることができますよね。もちろん電話でもできます。そしたら、もう少し申し込み者が増えるかもしれない。残念ながらですね、今、3つのことを言いましたよね。まずダイレクトメールを出します。次に電話をかける。そして訪問をするっていう。ほとんどの人が1回のダイレクトメールを出して、それで終わりにしています。例えば最近であれば、Facebook でイベントを立ち上げる。そして、そこの申し込みを待つっていうね、人も多いでしょう。ところが申し込みが少ない時ですね、一人一人に対してですね、追いつっていうのかな、確認、出席できるでしょうか、できないでしょうか、っていう確認をしている人はね、どれだけいるのかってことなんですね。それをするだけでも随分とですね、申し込み者の数が変わるんではないかなと私は思ってるわけです。ですので、一つ営業のアクションをかけたら、それがダメだったら次何をやるか。そして二つ目がダメだったら次何をやるか。三段構えぐらいでですね、このプロセスを考えていく。そしてそれをやりきる。よろしいですかね。一個目のアプローチでやめた場合と、三個目、最後までアプローチをやった場合で、どのくらいですね、集客の数が違うのか。それをよく考えてもらいたいなと思っています。実はこれかなり違います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。この辺にですね、チャンネル登録のバナーが出ていますので、クリックしてぜひ登録をお願いします。